里崎チャンネル速報ということで、日本ハム吉田輝星とオリックス黒木とトレード速報を上げて寝ようかと思ったら、なんと速報が入ってきました。オリックスから国内フリーエージェント権を行使していた山崎福也投手、日本ハムへの移籍を決断したことが分かったと。25日にも他球団に断りを入れる見込みだというね、超速報が入ってきました。なんと、まあ残留交渉を含めているオリックスも含めてですね、ヤクルト、巨人ね、ソフトバンク、 DeNA と、で日本ハム、6球団による大争奪戦の中で決着したと。まあ、本人はあまりね、引き伸ばしても迷惑をかけるというところで、早めにね、結論を出したかったっていうところもありますけども、ね、まあ、ここら辺はね、推定、情報によるね、推定っていうところでは、ソフトバンクがね、4年総額12億円規模とかね、で、巨人が4年総額10億円規模、ね、っていうところの情報が出てましたけど、まあ、それをね、下回る形なんですけども、4年総額8億円規模の契約になる見込みじゃないかというね、ニュースが入ってきましたけども、これはびっくりだね、正直ね。報道にもありますけども、お父さんがね、日本ハムはお父さんが選手コーチとして在籍した球団で、っていうね、ところもあるけども、大方の予想は、五十嵐ともね、この前話したけど、ソフトバンクじゃないのと。結局、お金じゃないのというね、話もありましたけども、ありましたって言っても、こっちサイドのね、話ですけども、日本ハム、これはね、本当に申し訳ないけども、一番想定してなかった。まあね、多くの方は言ってたけども、まあ交流戦含めてね、打撃もめちゃくちゃいいと。っていうことを考えれば、セリーグ、だから、巨人、DeNA、ヤクルト、この中のどこかに行くんじゃないのかと。そして、自身のね、バッティングっていうところ、さらに活かして、本人がね、ここからまた新しい野球観を見出していくんじゃないのかっていうね、ところの大方の見方がありましたけども、ね、ここに来て、同じパリーグのね、DH 制がある球団っていうね、ところで、しかもね、一部数日前のね、報道では、FA で山崎福也投手、獲得難航してるんじゃないのかっていうね、日本ハムの情報も出てましたけども、これはね、多くの皆さんもね、かなりびっくりしたんじゃないのかなと。C ランクっていうところでね、人的保障も、保証金もないっていうところではね、まあ、この FA 獲得っていうのはかなりね、お買い得っていうかね、かなり有利な条件で FA 選手を取れるっていうね。で、しかもこの前のね、優勝パレードではね、ファンから、サチア、巨人はあかんぞ、巨人はあかんぞっていうね、声が飛ぶ中で、それと同調して、日ハム行けよっていうね、声も上がったっていうね、報道も出てますけどね。まあ、この要因としては、まあもちろんね、いろんな条件あるかもわかんない。しかも、まあ金額的なところっていうのもね、まだ報道ベースで出てるところだから、まあ、どこまでがね、その本当かっていうのは、こちらサイトとしてはなかなかまだね、今ほんとすぐ超速報で出たばっかりだから、知る由もないっていうところなんだけども、やっぱ一つとしてはね、やっぱキャッチャーの伏見が日本ハムにいるっていうのも、めちゃくちゃ大きいんじゃないのかなと。だからま、今年ね、オリックスでも、二桁勝利あげましたけども、やっぱ昨年もね、含めて、このね、伏見との、バッテリーっていうところでは、まあ、伏見はね、宮城、そして山崎幸也のね、この緩急をつけたテクニカルなね、投手っていうのは特にリードがね、うまかったなっていう印象もあるし、で、またね、そこでバッテリーを組めれば、山崎幸也のね、大きな、能力を引き上げるっていうところでは、伏見のね、存在もかなり大きかったっていうふうに思います。その中で言うとよ、これは来季も含めて日本ハムの順位に、大きく関わってくるんじゃないかとね。まあ、黒木も取ったっていうところもありますけども、先発投手陣見てもね、まあ、確かに噂はね、ポスティング、まあ、でもポスティングしただけだからね、まだメジャーにね、移籍するかどうか決まったわけじゃないし、新庄監督もね、噂に対して、そのマイナー契約だったら、本当に大変だからやめといた方がいいっていうね、ところのアドバイスもあったように、過去もね、ポスティングしたけども、日本残留っていう選手もいたからね、ひょっとしたら、うまく条件がね、
まとまらなかったら日本ハム残留っていうところもあるかもわからないけども、ね、仮に抜けたとしてもね、まあこの前ファンからちょっとさ、ね、伊藤大海の開幕ね、投手っていうところが決まってたけども、加藤はね、残留でしょ。山崎、幸也でしょ。新人の細野でしょ。そしてアジアチャンピオンシップでうまかった、来年先発ローテーションにね、期待される根本でしょ。左王国になるよ。これは、うまくはまれば。根本もうまくはまったらね、二桁勝利っていうところもね、十分考えられるし、あとはやっぱ一年間ね、頑張れる体力っていうところがね、どこまでついてくるかっていうところもあるけども、そしてね、うまくはまれば、ね、去年のドラフト1、矢沢、そして上原ね、今年いい感じで良かったしね。そう考えたらよ、この左、北浦もいるしね、左腕王国に日本ハムがなる可能性を、この山崎幸也も加入して、若手とベテランのね、融合っていう形では、左腕王国になる可能性がめちゃくちゃあると。で、右は伊藤大海ね。で、まあ、辰とかがね、もうそろそろね、出てきてほしいなっていうところもあるし、金村がね、まあ、今年はね、怪我もあってっていうところもあるけども、もともとね、能力値高いから、来年ね、出てくる可能性も、十分あるし、そして、まあ、このリリーフっていうところもあるけどね、この左の福田ね、で、川野流星ね、これはちょっと順位予想を見直さなきゃいけないなっていうね、この山崎幸也の FA 移籍っていうところでは、これちょっと来年の日本ハムの投手陣、面白くなってきたね。今、名前挙げたけど、左腕王国なる可能性十分あるよ。しかも全員のね、若い選手の能力値も高いし、これからの期待値も高いし、ね、っていうところでは、ね、投手王国を作ってね、からどこまで、まあ多分新庄監督結果残さなかったラストイヤーっていうね、ところに俺はなってくると思うんだよね。そのために、稲葉さんを2軍の監督にしたのは、次、稲葉さんが日本ハムの1軍の監督になるっていうところの、俺も完全なストーリー、道筋やと思うんだよね。日本ハムは今年ね、防御率 3.08 っていうところで、パリーグ3位だからね、一気に引き上げれる可能性あるから、まあそこでね、エラーとかもうちょっと減らしていければね、ディフェンス面もかなり強化。だから日本ハムとしてはね、最近なかなかやっぱ自前で選手をね、育てきれてないっていうところのね、このチームの地盤の弱さっていうところがあるから、それをね、チームとして向上させなきゃいけないっていうところはね、今年ね、氷とかね、そういったところの山本とかね、トレードっていうところも積極的にね、行ってきたし、まあ、このブロギのトレードもあるし、ね、ここから FA 移籍っていうところもあるから、まあ、自前でなかなか育てないんだったらね、外から取ってくるしかないからね、やっぱチームを強くするためには、ね、FA トレード外国人だからね、そういったところでは FA も取ってきた。トレードでも取ってきた。で、外国人っていうところもね、こっからね、取ってくる可能性もあるし、今年取ったね、新人の細野君とかも含めてね、そこがうまく結果にね、結びついていければ、大きなね、化学反応を起こす台風の目にね、2020年日本ハムファイターズがなる可能性も十分あるんじゃないのかっていうのをね、期待させる、このね、山崎幸也の FA 移籍、そして日本ハム、まさかって言ったら怒られるけど、いや、俺はソフトバンクか、ヤクルトか、万が一巨人っていうところちゃうかと思ってたけど、日本ハムで決着したみたいです。皆さん、どうですか？日本ハム、左腕王国なる可能性。十分あります。来年のシーズンが楽しみですね。ということで、超速報、山崎幸也選手の日本ハム FA 移籍ニュースがネットで出てましたので、それを元に佐々木が解説しました。日本ハムファンの皆さん、どうでしょうか？